え皆さんこんこにちはウンヌカです、えー、今日はですねこの GH6、えー、これで蝶々とかなんかを撮るときですねそういうときにえどんな風な設定をしたらいいか特に動画ですね動画は、えー、まあ写真の人はあんまりやったことないの人も多いので全くやり方がわからないとメニューのやりいじり方ですねそういうのがわからないという人が多いんです。特にこの GH の GH6 動画メニューっていうのはものすごくたくさんあります。え、それとですね、実際に僕がどんなものを使って、どんな設定にしているかというお話を今日はしたいというふうに思います。まあ僕が撮るあの動画はですね、GH6 で撮るのは 300fps のハイスピード動画。それと、え、4K120p という動画。 ただしメインは、えー、300fps のハイスピード動画です。それとですね、ちょっと全く特殊な話なんですけども、虫の目レンズという、えー、レンズを自分で作って使われている方もいるんですが、そ,のそれを GH6 につけた場合にですね、像が逆像になってしまうんですね。GH6 じゃなくても、何でも逆像になってしまう。で、それではですね、 カメラを動かすことができない動かす時にすごく不便だという時でそういう時にどういう設定をしたら、えー、ちゃんと見えるようになるか実は GH6 にはそういうふうに上下反転左右反転するそういう設定もあるんですねそんな設定を今日はお話ししていこうかというふうに思います、えー、それではですねちょっと GH6 いろいろあるんで、えー、GH6 の僕の使ってる、えー、モードをちょっと皆さんにお見せしましょう。まず、ムービーというところですね。ムービーのところから、えー、メニューに行きまして、露出動画露出設定をあオートにしてますね。あの、絞り優先。それからフォトスタイル。 ビビット。これはフォトスタイルだからちょっと動画と関係あるのかどうかわかりません。速攻モードは中央部優先。ダイナミックレンジブーストオフ。ISO 感度設定は動画ということで、これはどうなんでしょうね。ISO 感度設定、動画と。ここでもう一個押すと、え s、ー、o 感度加減設定100、上限設定12800と。 いうことになってますねそしてシンクロスキャン、これオフ、フリッカー提言オフ、この辺はちょっと僕のモードでは切り替えることができない。マスターデスベル、これもよくわかりませんけど、ゼロですね、デフォルトのまんま。えー、SS ゲインは、ゲインが、えっと、秒でやってますね。えーまああのーえー、秒と位相、まあ、写真と同じようにわかりやすいようにということですね。 周辺光量補正も今のこのレンズではできないようですね。解析補正はオフで、フィルターもオフですね。それから記録ファイル方式はムービーですね。えー、ムービーにしてます。動画撮影範囲はフルということでクロップしません。それで、えー、これはフルの他にはフルとピクセルバイピクセル。これクロップだと思います。それから動画画画質。 これはフル HD24P42010L HD ということになってましてこれはですねあのいろんなものがあるんですけども僕の場合その300枚取って24個で書き出すというのが主流なので主,主な使い道なのでこれを24にしますがこれねすごくあるんですよねこのすごい量これは 23.9824の100メガバイトというような HLG 可能、えー、これが200メガバイトセカンドという、えー、これなかなかね200メガバイトセカンドっていうと、えーまあえー、使うカードとかもね限定されますねまあカードはともかく動画の場合には早くなくちゃいけなくて動画の場合はですね SD カードではなくて、えー CF カカーードドといいいう新しい規格のカードを使いますこれはかなり高価なものですが 4K120P とかですねそういうのにには必要なカードですねそれからこの一番重要なのはバリアブルフルバリアフルフレームレートをオンにするってことですねこれしないと240コマとか300コマとか自分の え好みのものを選べません。120コマもそうですね。で、これは、まあ、えっ、ー、と、フレームライト 120p、FPS4K120p を撮るためですね。で、まあ、タイムコード設定というのはオ、オフにしてます。まあ、タイムコード、昔はね、まあ、動画っていうタイムコードだったんですけど、えー、これオフにしてますね。 それからカウントアップ方式。これも、レクラン、あの、選べません。タイムコード値設定。これも、あの、まあ、あの、僕のも関係ない。HDMI タイムコード出力、オフと。これは HDMI でもタイムコードが出力できるかどうかということですね。それから、ここで戻る。おし、おさらしちゃうんすね。軌道レベル。 これは64-1023。これデフォルトですね、ほとんど僕の場合。それから自動認識設定はオフになってますが、えっ、ー、と、これオンにしてもいいわけですね。これはオンにしても、この、できないということになりますね。自動認識の対象は一応動物プラス人物という,いうことにしてますが、<laughs> それからカスタム設定とかフォーカスリミッターとか、この辺も動かせなくなってます、僕のモードでは。 AF 連続操作はモデル2と。これは何でしょうね。モデル2。動画撮影前からオートフォーカスが連続、えー、し,して使われると。それから AF 補助口はオン。これは場合によってはオフにした方がいいですね。からピーキングはオン。ピーキングっていうのはピントなったところが、えー、なんか青い色が出たりとかですね。あのそういうものですね。でここに設定 設定表示速青なんてありますね。この表示速青にするとピントなった部分が青く、ね、なるんですね。それから a f 1点0の場合の移動速度は速い高速ですね。とかマイクの方は僕はマイクつけてませんのでこれマイクつけてないとここには何も出ませんね。何も出ない。で、まあ、あのマイクをつける場合はマイク端子。 それから、音声モニタリング。もしヘッドホンでモニタリングする場合には、リアルタイムと。それからモモ、モニターチャンネルは、チャンネル1、チャンネル2。つまり普通のス,ト、えー、ステレオですね。サイレントモードはオフ。手ブれ補正は、えー、何も動かせないですね。あの、僕の設定では。セルフタイムは使わないですね。フォーカストランジッションも使わないし、今は。動画分割記録も使わないです。 えー、それで、えー、っと次にそうです、ね、上下反転させたいと、そのモニターの画像を上下反転させたい、そうしないとです、ねあのー、虫の目レンズを使ったときに、いつも上下左右反転した映像を見てることになる、これはとても平らになっていというか、カメラの動かし方もわからないので、えー、ライブモニター設定から、えー、そこを、えー、決めます。 でライブビューモニター設定はどこにあるかというと、えー、ムービーのところの歯車マーク、えー、そこの上から4番目ですね、4番目にモニターの形したカメラの裏が映ってますが、ここのところにライブビューモニター表示というのがあります、表示設定。で、ライブビューファインダーとモニター表示設定なんですけど、実はこれはライブビューファインダーの設定はここにはどうもないみたい。ライブ ファインダーの表示設定っていうのは、ライブファインダーに、その文字っていうか、あの、その、情報をどこにやるか、という,ようなのしかなくて、えー、その下の方に、モニター左右反転っていうのがありますね。この左右反転っていうのを、えっと、通常はオートになってるわけです。で、オートっていうのは、えー、何かというと、えー、カメラの後ろ側にこう、パシャンってやった状態で見た場合、 そして開いて、えー、モニターを動かした場合ですね。その場合のが自分で自動的に行くっていうのはオートですね。で、モニター左右反転を、えー、オンにする。普通はオートになってます。これをオンにする。そして、えー、これをオンにする。そして、えーこ,れてえー、これもオンにする。 えこうすることでですね、えー、閉じた状態ですね、閉じて、えーは、背面から気象が見える状態で閉じた場合に、えー、上下が反転します。つまり、虫の目レン奏を,をつけたときに正常に見える。でも、この状態で今度開,く開いてですね、えーその、離れた位置からこう上から見ようとかすると、これはだめなんですよ。あのー 上下が逆になっちゃうでこれをですね、オフにする。すごく不思議なんですけど、これをオフにする。そうするとですね、開いた状態のモニターが、えー、上下、えー、逆像になります。これはすごく重要で、えー、僕も分かんなくて、今、これ収録しながら、もう一回、えー、高島さんにですね、電話をして、で電話というか、えー、テレビ電話でですね、えー、聞いたと。 いうことですね。